荷物は、これキャンセルされたな。多分荷物キャンセルされましたね。はい、残念なことに。ちょっともう一回、もう一回チャレンジしてみましょうか。ワンモア、ワンチャレンジ。一番近いところでやっていきたいなと思います。今、ルクセンブルクかな？いますので。これ、ブルドーザーが、今度ありましたね。ちょっと待って、こっちは、今度違うところから、51トン、コンクリートですね。これあるようですので、ちょっとこれやってみたいと思います。同じとこですね。リレージェっていうね。ルクセンブルクからリレージェ。リレージェ。はい。ちょっとやっていきたいと思います。じゃあちょっとね、進めていきたいと思います。はい、では行きましょう。出発します。いきなり事故っちゃったね。トレーラー付き替えて、荷物積んで、で、事故っちゃったね。はい。えらいことしました。じゃあ、お世話になりました。ボルボさんのね、工場でやりましたね、修理ね。これ左か。まああれ実際だとね、もうえらい大事故ですね、大事故。で、しかも隣に女性乗せてたかったから、もう大怪我状態です。で、ひっくり返ったから、多分、ダメージはかなりあったと思います。今のね、でも11%だったかな？なんかダメージだったんだけども、ゲーム上ではね、実際では11%のダメージじゃ済まない横転の仕方しました。はい。そんな感じです。これ地図が出なくなっちゃった。地図が出なくて。信号無視していこうがね。あ、ここだね。ここに到着ですね。ちょっとお前にしないと多分入れないんじゃないかなと思うんですが、入れるかに？これで入れるかな？あ、入れるな。多分、いけると思います。あ、全然いける、余裕だね。まあ、あれだけ、回り込んだので、カゴマーケット、あ、こちらにも。はい。では、積み込みですね。やっていきたいと思います。まあ、今度はね、慎重行きたいと思います。慎重にね、行きたいと思います。ちょっとね、車庫入れも、もっとね、
練習しないと、いかんすけど。下ボディはね、まあ、かろうじて後ろの方見えるから、これぐらいかなーっていうのがわかるんですけど、こうやってね、反対側も見えるし、ね、めっちゃくちゃ長いです。これの辺かな？この辺でやれば、バックナイに入れないな。まだちょっとだいぶ、かなり、あれしたな。もうちょっと、こんな広いところで、失敗する。はい。これぐらい、もっとだな、もっと、バックして。タイヤ回っちゃうからね、後ろのタイヤも曲がっていっちゃうから、かなりあれだよね。ああ、これでもあれか。あ、でも OK 出た。よし。ちょっとめっちゃくちゃなんだけど、止め方。ね。OK 出ましたので、これで積み込みやっていきたいと思います。あんなにね、プネッとしてたのに、プネッとしてたのに、プネッとしてたね。では、出発しましょう。さっきとね、同じ場所ですね。ルクセンブルから、ブルクから、ルネーゼっていうところですね。来たいと思います。あれ？ぶつかった？え？どこ？あ、ケツ振ってる。あー、お尻、振るんだ、これ。なるほどね。そういうことか。では、もうちょっと前に出て。じゃないんだなっていう話だけど。あ、抜けたかな？それで多分抜けたはず。はい。結構お尻振るね。木に、門にガンって当たったんすか？はい。今だいぶ斜めっとりますけど、これまっすぐ立て直してね、いきたいと思います。こんな感じですごい長い。長いし。ちょっと感覚がわからないですね。曲がる感覚がわからない。あ、これだいぶまだ大回りしてる。まだ普通じゃ、ってことは、普通通り曲がれるっていうことかな。普通通り曲がっていければ、ちょっと大きめにね、大きめに普通に曲がっていければ、回れるっていうことかな、だと思います。さっきこのカーブだったよね。ちょっと今回はね、下り坂の、まあ、カーブみたいな感じっぽいので、気をつけていきましょう。ゆっくり。ゆっくりゆっくり、抜けていく。
速えな。あのトレーラー速かったね。入れさせて誰か。強引に入っていこうか。あ、これ行かしてくれんの？行かしてくれねえな。よし、止まった。はい。まあ、乗用車から見ると、やっぱりこういう大きいトラックがああやって割り込んでくると怖いね、やっぱりね。怖いものがある。確かに。まあちょっとね、代表として申し訳ないと言うぐらいしかないかなと思うんですけど、まあ強引にね、ああやって割り込まれて、やっぱり物体は、大きい物体がね、迫ってくるわけですから、怖いですよね、やっぱり。申し訳ねえって言われても、話になってくる。これまだ、まっすぐかな？すごい田舎道だね。田舎道ですね。ずっとこの下道になるのかな。あ、ひまわり畑。あ、すごい綺麗だね。ひまわり畑があります。皆さん知ってました？このひまわりって太陽の分布に向いてるんだったっけ？なんかね、そういう噂があるんですけど、知ってましたか？らしいですよ。まあ、詳しくはググってください。はい。これ直進ですね。これ一時停止しなくてもいいのかな？ここは。上のナビが消えちゃったね。なんで？上のナビが消えちゃってるんですけど。あ、やばい、やばい、やばい。おぉ、危な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 。はい、風車が見えてきましたね。風力発電。ちょっとよそ見してると、カーブが多いんで、たまによそ見できないんですけどね。風力発電があります。で、相変わらず田んぼですね。ど真ん中を引き抜けていきます。さあ、ちょっとこれ直線なのかな？この辺あって。大丈夫かな？カーブとかないかな？あ、ちょっと直線っぽいね。はい。ちょっとカメラ切り替えていきましょう。こんな感じのトラックです。ちょっとフラフラしてますけど。かっこいい。おー、かっこいい。これで50トンあるからすごいよね。はい、なんかオブジェがありますね。なんか黄色い帽子かぶった人かな、あれ。なんだろうね。なんだろうね、あれ。なんかオブジェっぽいのがありました。ありましたね。あ、踏切です。踏切が、あ、なっとるな。止まれない。あれ？
あれ、電車鳴ってないの、ここに。鳴っとるかと思った。鳴ってなかったね。カンカン聞こえなかったね。多分いいと思う。あれ、電車来とったら、引かれるとこだったね。危ね危ね。さあ、ちょっとね、今日も長丁場に乗るそうなんですけど、まあ短距離だからね、すぐ終わるかなと思ってたんですけど、ちょっと長丁場になっちゃいましたね。ブレーキ効かねえな、これ。これだけ積んどるとブレーキ効かないわ。上り坂エンジンになってます。さすが50トンだからね。50トンだから、かなりちょっと重たい感じですね。やっとスピード乗ってきたかな、これで。到着時刻は12時5分ですね。あと、まあ、15分ほどですかね。着くみたいですね。どっかは。運河かな？すごい。特に海があるのなのであろうか。はい。コンクリートですね。今日はコンクリートを50トン運んでおります。大丈夫かな？あ、来とったなと思う。はい。で、どうやらね、到着したようですね。もう近くまで来てると思います。これちょっとオーバーしていかないと多分ダメじゃないかな。あ、これだけども、大丈夫かな？大丈夫そうだね。抜けたね。で、この先だね、まだ。まだ先のとこみたいですね。あの茶色い建物かな？あ、違うな。あ、これか。これだね。これですね。はい、こちらですね。やばい。あ、またお尻振ってるな。あ、多分また、早く曲がりすぎちゃって、後ろが、つかかっちゃってるね。これバックもできないんだよ。うるさいな。振って何されてるけど。これ、プー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 みんな鳴らされる。まだね、ほんとなんかこういうのって。はい。お疲れ様でした。目的地到着ですね。プー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 鳴らされる。で、正面、ちょっと左、右寄りのね、
左寄りか左寄りの正面に、ね、駐車してくださいっていうことなんで、そこへ駐車していきたいと思います。まだ開いとったな。ちょっと待ます。荷台をちょっとまっすぐしないと。状態がわかんない。さあ、うまく入るかな？今日ちょっと調子悪い。言い訳するとね、ちょっと調子悪いね。なぜか。調子悪い気がするんだけど。真剣にやっていきたいと思います。これでも本当に真剣かっていうぐらいの車庫入れになると思うんですけど。軸が一番前だから余計に売れば、あとその後ろの分がね、ぐるっと、ぷるっと、お尻振っちゃうんだね。これ、まっすぐ立て直すのは難しいな。ああ、そういうことか。やっぱりそういうことか。後ろのタイヤって前のあれと連動してないから、戻るまでがちょっと時間かかるみたいな感じで。かなと思うんですけど、勝手な解釈ですけど。OK 出してこれないな。これダメ？あ、出た。はい。到着しました。はい。では、荷物をね、下ろしておきたいと思います。はい、こんな感じでね、駐車しました。ちょっとまあ上がってるね。うん、ちょっとどこじゃないけど。はい、到着しました。あ、ちょっとどころじゃないけど、だいぶ曲がってるね。まあ、ご勘弁ください。荷物を下ろしていきたいと思います。はい、通常配送でルクセンブルクからリエージュというところまでですね、配達をしてきました。まあ、近場なのでそんなにたくさんはもらえなかったんですけども、うん。無事完了をしました。はい。じゃあ、ということでですね、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。じゃあまた次回お会いしましょう。以上、アウトでした。バイバーイ。